おい、あと1時間で飛行機来るんだが飛行機来る。じゃあお前遅らせてよ。え、ちょっと遅らせてよ飛行機。遅らすとさ、何が起きるかって言ったらさ、燃料漏れとかが起きる、マジで。てか、自分ら準備できてる。あと15分でほんまに出るで。パスポートがいるっけ。パスポートはいらんやろ。沖縄やから。いらんやろ、沖縄やだって。今回のやつは、不仲旅行です、今回の旅行は。仲いいとこを見せちゃったら、100円を貯金しないといけないという、そういうルールです。度合いによっては1万円っていうパターンもあるから。度合いはい、ということで、君たちは今から沖縄に行ってもらいます。 Make it possible with ナハ、ナハ。おせえよバカ野郎。ちょっとお前のチェックイン誰かのためにやったと思ってんだよ。うるせえ、おめえが来いって言ったんだろ。あいつらおせえな。てかそれな。え、じゃあ我がだけここでもお別れ。あ、そうなんですか。いいじゃん、点と点の集まりで。まあ俺は点やからお前らの力なんか借りねえけどな。まあ鼻毛出てるぞお前。そうなんすよ。言ってるじゃないですか。その言い方鼻毛切り欲しいんすよ、だから僕。あー、肉ちゃらくすぐ変な声出すなってお前。しばくぞお前。いや、シャルルですよ。分かってるけどさ。変な声出すな。でもシャルルやったらどこでもだってもいいですよお前。シャルルですよ。で、今回ですけど、はい、深海8000メートルまで潜ってもらいます。なるほど。で、深海魚1匹取った人から海底から上がってきていい。じゃあ僕も明日起きないっす。じゃあ僕も明日起きないっす。でもさ、まずそもそもさ、カメラを自分でカメラ自撮りみたいな感じでカメラ持ってるんで、俺をちゃんと映そうとしてるって知ってて、仲良くなろうとしてる。マジで仲良くなろうとしてるまず。じゃあ切りますよ、いいですか。切りますよ。切ってみ、一回切ってみ。さあ、あかんって言ってる。あかんって言ってる。すいませんでも、正味別に共食いとかでいいんじゃん、最終。いや、でも、トモ食いって言ってる時点で、トモやと思ってるじゃないですか。違う。そのトモが違う。すん、今日何食べたい？え、ステーキ。じゃあ、お前、俺がステーキ食べたいって知ってて言ってるわけや、それ。ってことは、お前、俺と友達みたいな感じで言ってるから、マイナス3000億です。違う、3000億。やばい、エイフレッシュだ。アイムはジャスティン。今ルーザーやったのか、明らか。お前ら3人で何戯れとん。お前ら3人とも全員1億。いや、あなたもですよ。あなたも1億ですよ。俺は戯れてません。あなた戯れてました。俺は明らかに3人の集合体写像でした。ここでいったオーナーの顔を見てみますか。オーナーの顔。定期的な配慮です。この子が言ったからね。この不仲説みたいな、旅行みたいな、この子が言ったから。全うしてるやん、俺ちゃんと。全うして、睡眠を全うしてるんです。まあね、見ての通りね、黒いノズル両サイドからね、水吹き出して、この水の力で取り上げります。はいはいはい、ちょっとごめんなさい。はい。あっはっ、寒い。絶対寒いやろ、あんな、お前。負けないで。おーおー、しげ。やったよ。やろうな、やろうな。ちょっとベースいかてぇーてぇー。あ、すげー。何あれ、大丈夫ですね。マジでこれやばい。やばいっす。これどっちかで言えば、叩きつけられた時のダメージがやばいっす。ああ、確かに。叩きつけられた時、最後の1回まで死ぬかと思いました。すげえ。おお、うまい。来た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 来
来た。すげえすげえすげえ。おお。上手。今のアメリカ映画に出てくる敵役やった。今この高さから飛び降りたら水面もコンクリのように硬くなる。絶対痛い。水面もコンクリのように硬くなる。コンクリのように硬くなる。コンクリのように硬くなる。今水面もコンクリのように硬くなる。あー、ダメだったようだ。ように硬くなる。わかるわ。わかる。背中赤い。やばい。はい、決めないといけないことがあります。はい、サブプラン考えるの重要ですよ。まあ、ちなみにもうダイビングがないんやけどね。えっ、てってれー。実はもう今日の朝の時点でダイビングはできませんという連絡が来てたドッキリでした。来て八景島シーパラダイス来ました。それ何なんそれ。横浜市関西部にある水族館。知らんやん。横浜かどうか知らんし、その突っ込めへんねん。だから横浜かどうか知らんから突っ込めない。あなたの知識不足があるんですよ。えあ、キムさん、ここ違い保険。あ、違い保険。